はい。しめかちゃんにドライヤープレゼントしたんですが、これね、本当はどうでもって悪いんだけど、たまたまなんか、誕生日じゃね、なんか来たんです。そういうのが、誰かから、何欲しいのって聞いたら3つぐらい言うから、その中で俺はドライヤーが一番いいと思ったんだよ。なんでかっていうと、そのドライヤーを、インスタだっけな、ツイッターだっけなんか見てたら、誰か女の子がこれが一番気になるドライヤーだっつって、なんか十何万もするドライヤーを出してたから、買ってみたんだ俺も家で。うん。なんでかちょっとなんだっけ、ブワーって風が強いドライヤーうちにあるんだけど、あれはね、カビが傷むって言うから、じゃあしょうがねえからなんかもう一個新しいの出てって言うから、買ったの。そしたら、姫香がドライヤー欲しいっていうのが入ってたの、同じのが。だから、もう一度買うってボタンを押しただけです。ごめん、そんなです。で、俺ね、言ったの。もうこれ言っちゃうけど、連絡来て、乗せていいですかっていうか、ちょっと勘弁してくんないなんて、安っぽいドライヤーなんか、俺がやったのはだって欲しいもんあげたわけだけどさ、だって、そんな乗せんだったらもうちょっといいもんやった方がいいんじゃねえのかって思うじゃん。でも、あの子も偉いよね。まあね、俺みたいな人にね、ドライヤーをもらったっていうことでも、なんかいいんだ、嬉しいんだって、じゃあもう式にしなさい。はい、全部言っちゃった。なんか問題ございますか？ございません。ドライヤー。うん、ドライヤーなんかね、いいドライヤーあんだよ。なんか十何万するやつ。よくわからんけども。